当時、タッキーばっかり CM やってとか、タッキーばっかりドラマして、ずるいなって思った時期は、正直当時、僕はジュニアだった頃ありましたけど、16歳でミュージカルの最年少座長をこなすなど、ジャニー喜多川社長から圧倒的な信頼を勝ち取っていた滝沢だが、